勝利の流れを呼び込めるように、という理由からコートネームは竜、竜。勝利こそつかめなかったが、コートネーム通り、チームに良い流れをもたらすプレーを見せたのがアイシンウィングスの吉田麻美だ。動画、途中出場の吉田麻美が流れを変える連続3ポイント。12月14日、皇后杯ファイナルラウンドの準々決勝が行われ、吉田の所属するアイシンは富士通レッドウェーブと対戦した。 試合は、出だしこそ互角の展開だったが、第1クォーター中盤からインサイドで確実に攻めてくる富士通に先行を許してしまう。終盤に山口七香が3ポイントシュートを沈めたものの、第1クォーターは7、13と6点ビハインドで終えることとなった。迎えた第2クォーター、出だしから出場した吉田が愛心に漂った重い空気を断ち切るかのように、軽快なパスさばきからアップテンポなリズムを作り上げていく。 開始約2分には自らが3ポイントシュートを沈めると、その1分後にも再び3ポイントシュートを決めてみせ流れを引き寄せる。その後は飯島咲、野口桜、山口らが続き23対26と3点差に詰めて前半を終えた。後半も何度となく富士通に引き離されそうになるところを野口などの奮起で食らいついていった愛心。第4クォーター残り1 分半を切った時には吉田のフリースローで2点差にしたのだが、逆に富士通のエラ萌えかに値千金の3ポイントシュートを許してしまい、万事休す。最後は49から54で敗れた。前半は富士通のオフェンスを止めることができたと思うのですが、後半にちょっとしたミスだったり、大事なところでリバウンドを取られたりしてしまいました。小さいチームだからこそ、 もっと全員でリバウンドに絡まないといけないと思います。それと、ノーマークのシュートは打てているけれど、決定力のところで差があったと感じました。と、試合を振り返った吉田。自身については、決めきるべきシュートを決めきらないといけないと思うし、周りの選手を生かすプレーをもっともっとやっていかないといけないと思います。と、語った。試合後は悔しさから亀が潤んでいたが、 今日はみんな本当によく頑張ったと思うし、みんなとバスケットできて本当に楽しかったです、と嬉しそうな表情も見せた。一方で、勝ち切りたかったというのが一つ大きくあって、いいゲームをしたから OK ではなく、勝ち切る力をこれからつけていきたいです。富士通とここまで競ったゲームができたというのは、自信や次につなげていくゲームだったと思うけれど、 やっぱりあと一歩、もう少しの差が大きな魚とも感じています。と、チームについては冷静に現状を語った。皇后杯前に行われた W リーグの試合では、少しいろんなところが痛くなってきて休んでいました、という吉田。それもあって、ゲーム体力については、もっとつけないといけないと思います。体力があるからこそ冷静な判断や最後に、シュートを、決めきる力につながってくると思うので、 というチームも吉田もまだまだこれからといったところだが、吉田は久しぶりの国立代々木競技場第二体育館でのプレーには、やっぱりいいですね、と目を輝かせる。ここで長くたってプレーしたいなという思いが今日すごく強くなったので、また頑張りたいと思います。準々決勝では、さすが、とも言えるプレーを見せたベテランは、 今度はチームで勝利をつかむために、また日々の練習から全力でバスケットと向き合っていく。